ゴアの承認売社は、インドのバルナ制度で、第三の庶民階級のことである。紀元前2世紀から紀元後2世紀にかけて成立したと、される、マヌ法典では、農業、牧畜、商業に従事することが義務付けられている。売社という語は、前期ベーダ時代に、アーリア人の氏族、部族を意味した、美種に由来すると言われている。バラモン、 クシャトリアの上位バルナを功能によって支える義務を有し、後には主として商人を指すようになった。土着金融機関のほとんどは育成期も売車により世襲されてきた。それは区伝と実践で継承されてきた。経営の実態は多岐にわたる。完全に銀行業務を担う者、商業と兼業をする者、預金を 公衆から受け入れるものと決まったカーストに限定するもの手形投資金の移動手段において古いものと近代的なもの実に様々である。売者が支えてきたインド固有の金融制度はインド準備銀行の設立と外国銀行の進出を阻んだ。イギリス政府は売社金融の手形に高額の印紙税を課すなどして彼らを弱体化させてゆき土着金融は 戦後も衰退していった。後期ベーダ時代に部族内部において階層文化が進み、被災者と王公武士の二つのバルナが成立すると、農業、牧畜、商業を営んでいた部族の庶民は、売者として位置づけられた。しかし、第四バルナのシュードラとは異なり、再生族の一員に位置づけられた。リグベーダの創造参加、プルシャスークタは、 四つのバルナが生まれた由来を問い、その答えの中で次のように説明している。バルナの原理は、色であり、上位からそれぞれ白、赤、黄、黒の四色である。すなわち、賠者階級は、色としては、黄色で示される。マヌ法典に従えば、バラモンワベーダを学び、これを教え、また、神々への祭祀を行わなければならない。 クシャトリアは人々を守り、そしてベーダを学ばなければならない。バイシャは牛を飼い、土を耕し、商業を営み、金銭を扱い、そして、やはりベーダを学ばなければならない。このように、バイシャは、ベーダの彩色に参加する資格を与えられており、8歳から12歳にかけて、バイシャを含む上位3階級の男子は、その階級の一員になったことを示す聖なる紐を、 かけられる儀式に参加する。これによって彼らは幼年時代を終え学生の生活に入る。しかし、シュードラは他の三階級に使えることを本文としており、ベーダを学ぶことは許されていない一生族である。なお、農業はすべての階級やジャーティに開かれている活動とされている。後世農業、牧畜に従事する庶民がシュードラとみなされるようになって、 来ると、バイ社は主に承認階級を指すことなり、現代では、承認カーストに属する多くが、バイ社に属している。バイ社は従って、バルナの序列としては3番目であるが、経済力のあるものが多く、バルナ全体としても富裕である。ジャイナ教の信者はその教義、特に徹底した不摂生の教えから、バイ社階級に属する者が大多数を占める。ABC 南アジアを知る時点 P79、シュルバーグ P39 から40、シュルバーグ P136 から137。ありがとうございます。